ゲオルク・フォン・ヘッセンダルムシュタットは、オーストリアの軍人。ヘッセンダルムシュタット法伯ルートヴィヒ6世と2度目の妻で、ザクセン・ゴータ公エルンスト1世の娘、エリザベト・ドロテアの息子で、法伯ルートヴィヒ7世は異母兄、法伯エルンストルートヴィヒは、同母兄。1678年に、父が亡くなると母に育てられ、1686年に、グランドツアーで、フランス・スイスを旅して回った。法伯位を告げる見込みはないため、オーストリア軍に入隊、大トルコ戦争で、プリンツ・オイゲンの下に配属されモハーチの戦いで、オスマン帝国軍と戦った。一時アイルランドへ行き、イングランド王権オランダ総督ウィリアム3世の軍に移り、ウィリアマイト戦争に参戦、帰国後はプロテスタントからカトリックに改宗、1692年に、オーストリア軍に戻り少将に任じられた。大同盟戦争では1695年からスペイン・カタルーニャの守備を任され、1697年にフランスの将軍バンドーム公、ルイ・ジョゼフにバルセロナを包囲され、2ヶ月耐え抜いた末に降伏した。戦後期に王騎士団に選ばれ、1698年から1701年までカタルーニャ総督を務めたが、1700年にスペイン王カルロス2世が亡くなり、フェリペ5世が即位すると更迭、オーストリアに戻った。スペイン継承戦争が始まると神聖ローマ皇帝、レオポルト1世から次男のカール大公の補佐を任され、同盟国イングランドとポルトガルの交渉を担当した。1704年、ジブラルタル遠征に向かう連合艦隊司令官、ジョージ・ルークの艦隊に乗り込み、海軍との共同作戦で、ジブラルタルをスペインから奪った。選挙後は、ジブラルタル総督に就任、陸軍で、ジブラルタルの要塞守備について、奪回を目論むフランス・スペイン連合軍と、相対して1705年まで包囲されたジブラルタルを、守り抜いた。同年、イングランドの将軍ピーター・バラ伯、チャールズ・モードントと合流して、ジブラルタルから離れ、バルセロナを包囲。初戦で、南のムンジュイック砦を占拠すべく吸収したが、敵の反撃に相戦死した。配下の軍勢は死散したが、ピーターバラが続けて、攻撃を行いムンジュイックは陥落、バルセロナも降伏した。遺体は、バルセロナへ、埋葬、1711年に心臓がダルムシュタットへ、送られた。イギリス革命史、P221、P222。図説イングランド海軍の歴史、P256、P259、スペイン継承戦争 P123、P126、P157、P158。ありがとうございます。